日産自動車が三菱自動車に対して2000億円を超える巨額の出資を行い傘下に収める方向で最終調整に入ったことが明らかになりました燃費偽装を行った三菱自動車の経営問題が焦点となっていましたが関係者によりますと日産自動車が2000億円を超える出資をし三菱自動車の株式の3割以上を取得する方向で最終調整しているということです これが成立すると日産は筆頭株主になり三菱自動車を事実上の傘下に収めることになります日産は今日取締役会を開き正式に決議する方針です日産としては4割を占める国内の軽自動車市場について三菱と共同開発を行ってきましたがさらにその技術やノウハウを高めたい狙いがあると見られます